皆さんこんにちは。突然ですが、皆さんは農福連携という言葉を知っていますか？農福連携とは、障害のある方が農業に取り組んだり、農業者と連携して農作業に取り組む活動のことで、今全国的に広がりを見せています。例えば高齢化などで労働力が欲しいといった、農業者と、働く場や収入を確保したいといった障害のある方が連携する、お互いにとってウィンウィンの活動です。本日はその農福連携によって生み出された商品の、販売会が開催されていますので、どんな商品が売られているか見てみましょう。おすすめの商品をちょっと教えてください。これはですね、私たち富士河口湖町にありまして、地元で採れたブルーベリーをジャムにしてクッキーを作っております。美味しそう。みんな手作りを汗込めて作ってますので、これは山椒のオイルっていうものなんですけど、もう全然大丈夫です。山椒の中でも朝倉山椒っていうのを、種類の山椒なんですけども、いいですね、山椒大好き。あ、そうですか。ちょっと、ちょっとしびれるような辛さがありますけれども、2種類の油でちょっとブレンドして、うまく合うように作り上げたものなんですけれども、はい、ありがとうございます。いや、すごい鮮やかね、いろんな色で。すごい、これ全部山梨のなんだ。巨峰ね、キウイフルーツ、イチジク、イチゴ。でも今ね、グラノーラブームだからいいね。そうですね。おいしいですか？おいしいです。おいしい。はい、おいしそう。ふわふわだね、やっぱりシフォンケーキね。大変なところありますか、これ作るのに？だって人参も作ってるんでしょ？どこが一番大変？どこが混ぜるのが大変です。いっぱい作るからね、重たいよね。はい、
あゆみキッズはダウン症などの障害のある子どもから大人のダンスグループです。2003年から活動していて、毎年山の都ふれあいコンサートなどに参加しダンス発表をしています。みんなダンスが大好きで楽しい仲間です。まずはあゆみキッズの青年グループであるあゆみフレンズのゴリラパンダ、その後あゆみキッズのヒストリーです。みんなで踊るよ、ゴリラパンダ。
それでは始まるよ。